はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3では続きをやっていきます。生贄の道に来てますけれども、ここには行かず塔ですね、塔のエレベーターのところへ向かっていきたいと思います。まずはエレベーターで1回上に上がって、でそこから上に行くエレベーターを起動させないといけないんで、まずはこれは普通に乗るでしょ。これで上に行くはず。これ下ないよね、さらに下。ちょっとわかんねえ。不死街に戻ってきた。不死街。で、どっち側だ？こうでしょ？で、これ一回下に下ろすから、ガチャってやって、で、エレベーターが上から降りてくるから。で、これに乗って、で、多分手前側なんだよね。この角度で行こう。うん、あったあったあった、待って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 、おっし、来たー。これが多分目印になると思う。で、あ、いる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 。てか、なんか塔の外壁に出てきたね。これ下に降りちゃうよね。一応ちょっとアイテムがないかだけ見る。こっち側ももう一回、特になしでいいかな。でちょっとジークなんだ、ジークバルト君に話しかけよう。くんかどうか知らないけど、姿が見えず心配しておった。私にも典型が舞い降りた。リフトのからくりを解き明かした。ははは、不思議なことがある。上に向かったはずか、気づけばこんなところにいる。確かに、なんで普通に乗ってればさ、上まで行くでしょ。一体何が起きたものか。あのデカブ、え、ちょっと待って、どれ、見えねえんだけど。あ、いた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 、あいつか、あいつ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 。私も手だれ、決して臆病ではないのか。どうしたものか思案している。軽々しく手を出すんじゃないぞ。え、やだな、確かに無理だな、燃えすぎだ。どうしたものか悩ましい。うーむ、話せばわかるだろうか。絶対わかんないよ。一回降りよう。これもう戻れねえんじゃねえ。こっち側アイテムとか、メッセージ、メッセージの予感。一応クレイモアはプラ3になったからね、多少の火力は上がってると思うんだけど、こっち側とかにアイテムはなしっていうかさ、これ段差になってるよね。こっからさ、弓矢でまた例によってチキン戦法だけどさ、弓矢で狙撃できるんじゃね。これ多分上まで来れないと思うんだよね。ちょっと弓矢で狙撃してみよう。頭狙いたい、なるべく外した。ここら辺、何、鷹の指輪を装備してるにもかかわらず届かない。こっちまで行かなきゃダメか。はい、ここもでも多分段差だよね。段差になってジャンプしてくかな。まあいいや、はい、プス、聞こう、なぜ待ってなかったのだ。ちょっと待って、いや別に大丈夫だから。来た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 、あっ待って待って待って、ちゃ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 、ちょっと待って、熱い。大丈夫？え、死んだ？俺が殺してしまった。いや、なんか大丈夫だな。いや大丈夫、ここにいれば大丈夫だよ。え、ジークバルド、お前やばい、大丈夫か。てか俺弓でしかやってないけど、すまんな、ちょっと降りる勇気はない、お前と違って。しかしジークバルドよ、お前を必ず生かす。ちょ、待って待って待って、ジークバルドのヒットポイントが見えないから、死にそうなのか余裕なのかが分かんない。おっ、ジャンプした。俺の弓さばきを見よう。見たか、ジークバルド、勝手に降りてくんだよ。ここで今ジークバルドの心配があったからさ、炎の奇跡結構あのダメージもらっちゃったけど、多分ここら辺から弓矢打ってれば全然余裕だったよね。いや大丈夫だ、元気だな、大丈夫だよね。今日なんかすげえあったかそうなところにいるけど、はあはあ、どう、俺の弓さばき見た？無茶するもんじゃないぞ。いや決して無茶はしてないよ。気候も火のない灰、祝杯、ジークの酒、なんだ、気候の雪、我が剣、そして我らの勝利に、太陽あれ、かっこいい、かっこいい、乾杯、やった。
さて私は少し眠っていこう。祝杯の後はそうと相場が決まっている。え、こいつこんなところで寝んの。マジで寝やがった。寝る。え、マジで寝てってか、こんなさ、こんななんか生贄のさところの近くで寝るのか。まあったかいからかな、この炎が。藁みたいなのもあるからね、ふかふかなんだろうな。ちょっと俺はじゃあ探索を続けるよ。早速アイテム回収。機関のコッペン、ここですぐ帰れるよっていう。じゃあちょっとまずは外壁から見ていくか。他に敵はいないかな。ん、なんかいた。白ファンか。一応オンラインには繋がってるんで、まあ、白ファンとかね、まあ、もちろんメッセージもそうですけど見えたりするんで、このね内側とかにねアイテムが隠されてたりするんで、見えない視覚とかで、まあ、正規ルートで行って戻ってくるってなるとね、あそこにアイテムがある、いろんなものが見えたりするんで。お、結構落っこってるね。ラジクラ、マジか。ラジクラ系結構好きだからな俺も。絶対扱えないけど使えない。筋力22か。でもやっぱラジクラよりはでもグレクラだよな。両手持ちで一応使えますって言ってるんで両手持ちにして。あ、この振りか、完全に上からの。あ、そうそうそう、ジャンピング攻撃みたいなのがあるんだよね、 R2 で。これ強そうだな。でもまあ完全脳筋タイプだからちょっと今はまだ剣士系でいこう。蘇生のクレームはプラ3。筋力を鍛えるのは多分当分先だから。で、蘇生のクレイモアが育ってきたら多分筋力にも触れる余裕が出てくると思うんで、そしたらなんか強そうなものに切り替えていきますか。で、あれは欲しいから、じゃあ弓矢で落としてゲット。北の兜、北の鎧。北って何、何が北なの。北の兜、屈強な北の騎士たちの鉄兜、細やかな、北の騎士みたいなのがいるんだね。なんかあれだけど、あれもアイテムじゃね、なんか光ってるよね。ちょっとこれも落とそう。なんか炎のところに行って燃えちゃったりしないよね。ボー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 みたいな。ちょっと危ねえ。青ざめた舌、なんだこれ。ちょっともう謎のアイテムが多すぎてわかんねえ。青ざめた舌、え、どれだ。ソウル、他者の世界とのつながり。あ、これか。侵入し火の宿主を倒した証。これでもあれか、あのオフラインでも侵入系のアイテムが手に入るよってうちの一つだねきっと。あとこっちの方とかなんかありそうだけど、やっぱりね、アイテム回収はなるべくしていきたいよね。まあ絶対探索ちょっとガバガバだと思うけど、こいつ動く、こいつ動かない、こいつ多分動かない、動かないよね。げー、これ絶対なんかどれか動くんじゃね。いや、ちょっと動くとか動かないとかの区別がつかねえんだけど。てかさ、これあれじゃん、ロックオンできんじゃね。あ、できねえや。絶対罠だよこれ。これ取ったら落ちてくるとか。はっ、赤虫の眼薬、大丈夫だった。赤虫の眼薬も分かんないんだけど。あ、これか、炎カット率を高める。なるほど、炎防御力を上げるっていう感じかな。え、本当大丈夫こいつら、何なの。で、こっち、ああ、ほらやっぱりロックオンできるわ。敵だとロックオンできる。それで、しかもこれだから弓で一回いる。はい、あれに当たるんだけど。で、クレイモアで倒す。他はいる。もう俺には見極められているんだよ。てか弓2発でいけんだ、強い。普通にロングボウ、誘い頭蓋、頭蓋か。で、ちょっとこっち側も見ておきますか。特になし。あっち側が見えるな。何もなさそうだけど。
じゃあここの廊下を渡って逆サイへ向かおう。あ、なんかいた今。なんかいなかった？あ、ちょっと待って。弓になっちゃったから盾が構えられなかった。こいつはな、手動いた。気づかなかった。これは？これは？関係ない。ちょっと回復の施しを使いましょう。エストビンさっきの戦闘で飲んじゃったからね。ここはもうこのままなんか、え、白骨化したっていうよりなんかもう木と一体化してるよね。どうなってんだこれ。あ、まだワンちゃんいるわ。ちゃんとガードして倒す。 OK。 頭上とはな。あー、なるほどね、そういうことか。これ宝箱じゃん。絶対落ちて、これこそ落ちてくるよ。処理しておく。もうちょっと危ないことはしないから。安全に行けるんだったらもう安全なルートを確保する。あのもうリアクションとかね特に望んでないから。そしてこれで OK か。開けて、今日落ちてきた。一松屋にちょっといっぱい降りてきたよ。全然甘かった。しかし動きは遅い。引きなりなんか飛びっけ。行って行って行って、待って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 、これなんかさ装備が壊れるんじゃねえか。厄介なもん投げてくんな。人松屋にをとりあえず手に入れた。で、ちゃうか、めんどくせえな。正面のあれとかは大丈夫そうだね。絶えず釣ろうこれ弓で。結構強えんだよ。この魔法、魔法が早いか。いや打ち合いだこれは。ダメだ、ちょっと待って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 、一回撤退する。でエスト飲んで、ここからいけんじゃん。もしや OK 勝った。弓矢の本数が結構減ってきたな。一応回復できるからね、あのかかり火で。てか300本も400本も持てないっていうところがなかなか調整されてるよね。ダクソ1の時ってもうなんか999本とか持ってた気がするけど、今回は99本までしか持てないから、矢が枯渇する恐れがある。あくまで遠距離で、近距離行くか。クレイモア3に勝てると思うなよ。6000ソウルになってる。またレベル上げて。ここら辺はアイテムはあるかな、ないかな。これ光ってる。あ、こいつは落としたのか。帽子、こいつの帽子を手に入れた。でこっち側に出て上に行けるけど、一応外側を見ておこう。アイテムらしきものは多分ないかな。ちょこっちの外側も見ておこう。何かがあるかもしれない。ない。おお、だいぶいい眺めない。どっから来た、多分あそこから来たよね。あそこからこっちに来てんのか。不死街、ちょここ町か。町って感じしないけど。お、アイテム、不倫の指輪。これあれだよね、ダックソ2と一緒だったら装備重量が軽いほど攻撃力が上がりますよってやつだけど、俺そんなの無理だからな。装備重量が少ないほど攻撃力を高める。義足として慕われる不倫の指輪、装備重量が少ないほど攻撃力を高めます。風の力を助けに戦った不倫は小さく貧しい者たちの英雄である。そして彼らはそれが夢物語であるとして、夢物語になった結局は。うん、どこ行くんだ。この中に行けないかな。この中には行けない。これ行くとこないよね。え、行けなくね。結局一周してきちゃったけど、不倫の指輪がありますよっていう感じかな。こっち行けそうだね。ただ下降りちゃおう。ガチャ、こっち絶対いける。ジャンプする必要、え、ジャンプの必要はなさそうだけど、ローリングでは降りてみるか。これ下降りたら多分ダメだよね。何もなさそうだから塔に行きますか。こっからローリング OK。 で
この先頑張れよが有効だ、意味わからん。一応周りから見てみますか。あった、機関のコッペン2個。でこれどこ、これ多分あそこだよね。あっち側がその墓場みたいなやつで、この中に入ってきて、でこっち側。なるほど、少しだけど地形がわかる。で、え、下飛び降りていく感じか。こうでしょ。で、あっちローリングしよう。やべ、うわやべ、ちょっとなんだ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 、あ、あれか、なんだ、青い涙が発動したのか。友人の予感、炎の導きあらんこと。ミラ、あ、ミラ、ルカティエル、ルカティン、ルカティン、どうしたんだろう。リョッカー、これはいいものを手に入れた。ちょっとリョッカー装備しよう。スタミナ回復速度上げる。これ装備して 69.7、 すっげーギリギリだな。やっぱり頭外さないと無理だね。ルカティエルの帽子はないんだよね。だってルカティンってさ、基本的にあれ鎧って感じじゃないから、ミラのベストでしょ。まあでも一応強靭がちょっとあんのか。重量重っ。あ、重量軽くなんだ、当たり前だよね。どうしようかな。ミラコス、ミラコスは強靭度でも低いよな、やっぱり低い。腕はそもそもあんまり強靭度ないんだ。 7.5 から1.2、まあ、騎士で行くか、安全に。で、リョッカ手に入れたんで、まあ、だいぶなんか来た甲斐はあったな。探索した甲斐があった。収穫はめちゃくちゃ大きかったね。で、こっち側は特にないんで、6300ソウルか。今どこにいるんだこれ。あ、そうそう、だからここだよ。なんか一人でぶつくさ言ってるけど、自分では、あー、いっぱいいる。例によって弓で倒すか。なんかまあ巡連射みたいな、やり合おうぜ。打ち合いだ、もう一発。ちょ、待って待って、こいつめっちゃ追ってきてる。追尾性能高すぎだろ。ていうかどこ行った、いた。頭を狙うぜ。全然ダメだ。さて、この打ち合いなら俺の勝ちだ。いやー、当たった。めちゃくちゃ出血がかかんな。そういう技か。これ多分1個降りて大丈夫だよね。1個降りて、でこっから狙おう。頭ヘッドショット、強え。弓普通に強えんだけど。これ技量戦士よくねえか。あいつ怒っちゃったよ。あともう一人いたはず。もう一人ってか、こいつ、あ、いいか、傷持ちか。どうだ、こっちには来れまい。のこ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 歩いてお前は死ぬんだよ。あそこにアイテムがある、あれも回収しよう。あれ、犬、何かを守っているか、アルトリウスのように。ただお前も、え、来た、え、どっから来た。ちょ、待って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 、どっから来た、どっから来た。登ってきたよね今。こいつやるな、こうやって登ってきたのか。やるではないか、犬のくせに。で、じゃあこれ回収しよう。残り火いいね、ゲットした。残り火使うか、どっかで使うかって言って多分使ってないからね。で、今ここにいて、あっちはねボスっぽいんだよね。だから犬がいる、あれを使いたくない。ソウルをね無駄にしたくないんで、ソウルを無駄にしたくないんで、ちょっと機関で帰ろう。一回祭事場に帰る。でレベル2上げたい。また体力が17になるかな。体力を20にして、時給もちょっと、時給と体力に1個ずつするかってか。ひもりめちゃんどこにいるか分かんねえんだけど。レベルアップでしょ。で
生命、体力っていうか生命か、今回生命時期すげえ金かかんだけど、2レベル上げらんねえんだけど、生命上げとくか。じゃあそろそろちょっと時給にも振りたいんだよな。今あるソウルが、あ、3の1か、ちょっと少ねえな。2976、これを何に使うか。グレイラットとかいなくなってるし、っていうかさ、他の人たちどうなってんだ。ちょっと祭事場見学しよう。ここはいる、これ誰だっけ、これ誰、これ、え、こんなやついたっけ。あ、呪術か、助けたね。なんだっけ名前忘れた。呪術を教えよう。火が必要だな。おお、呪術の火ゲットした。自分が焼き尽くされぬよう注意したまえ。そういう感じか。呪術を学ぶなら私はし、君が弟子、昔からそういうもの、老人を立てておきたまえ。はい、了解です。強化は金だけでいけるのかな。てか呪術はかけらが必要なの、マジで。で今回あれなんだよね、呪術って、まあ、ダクソ2もそうだったかもしれないけど、あの、履力とあれが関わってくるんだよね。履力と進行が、履力と進行が弱いと多分そんなに火力出ないんじゃないかなって思う。なので呪術もちょっと使わない。なんか魔法が若干使いにくい感じがするよね、そのマジックパワー制になったから。一応このステータスを見て、一応ね、なんかヘルプは多少見たんですよね。で、そうすると、履力、まあ、魔術や呪術を使用するため必要な能力値。で、魔術や呪術の威力も高める。呪術は威力と進行、両方の影響を受けるということで、まあ、威力と進行、両方必要です。必要っていうか、まあ、高ければ高いほどいいですよっていうものなんだよね。なので、装備重量は体力でしょ？でヒットポイントが霊気耐性があるってね、なってるんで、まあ一応ヘルプ見ればどういうものを上げれば何が上がっていくのかっていうのが分かる感じにはなってますね。で呪術のやつはここにいて、あと誰だっけ、なんか助け出したの、聖職者みたいな人も助け出さなかったっけ。棺の祭事場の地形が未だによく分かんないから、結構広い、もうちょっとなんか真ん中に集めてほしかったんだけど。こいつ誰、あ、こいついた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 ね、助けたね。死に損ないの巡礼者。でもこいつも魔法だから、何本当の力を引き出すって意味わからん。引き出そう。では始めましょうか、ダークリングを刻むものよ、あなたに本当の力を。え、レベルアップ、あ、なるほど、1だけ多分できるんだ、1だけ上げられるよっていうことね。これ戻せんのかな、1ってさ、後の方になればなるほどこう1の重みがね来るからね。ちょっと1だけだったら今置いとこう、ちょっと後の方になって、あ、1あとこれ必要だみたいなのになった時に使う、あの重い装備とかしたい時に、あ、筋力1足りねえみたいな、もう39から40にするのって相当使うと思うんで、そういう時にやろう。最初にお話したと、私は元魔術師、ビンハイムには及ばない、本当の力を引き出すことができる、ダークリングを刻むの、手招き、ちょっと怖い、怪しいんだけど、まあいいや。で、あとは聖職者、どこ行った、多分魔術は、まあ、最初しょぼい魔法だったらこいつから覚えられるよって、多分ビンハイムのね、誰かを助け出せば、まあ、あれはローガンと、なんだっけ、あの、師匠とローガン。じゃローガンが師匠で、あの、弟子の名前なんて忘れちゃったよ。あいつみたいな関係だよね、きっと。あれってこいつ、あ、こいつ話してない。これさっき助けたやつか。英雄様、お帰りなさいませ。ひもり目になれなかった。でもこれ絶対聖職者だから、奇跡だよね。回復。回復は進行12。生命分けは15。治療、家路、まあ、もし使うとすれば回復、生命湧きっていうところが、まあ、実用的だとは思うけど、そうそう、進行を上げないからな。本当ダークソウル1の時のガッチ主人公じゃねえや、ガッチ初期だった時は進行を上げたからね。やっぱ回復が全然足りなかったから、
っぱ回復魔法を使えるのいいじゃんって思って信仰に頼った時期もあります。今は信仰には頼らない、まあ、回復の施しには頼ってるけど、で次どこ行くかっていうと、どっちから行けばいいんだ、これか、崖下の地下室から多分突っ走っていけると思うんだよね。まあ、2500ソウル失うのはしょうがないとして、もう弓矢も買えないからね。なんか盗賊グレイラットを旅立っちゃったから、いつ帰ってくるんだあいつ。から普通にノーマルの弓を買っておきたい。木の矢ちょっと弱いから、ノーマル弓使いやすい、火力も結構出るし。節貝で、節貝から出て、ちょっと待って、敵がいる。しかもこっちじゃねえ、多分こっちだ。あいつはシカトする。でここに出るでしょ、だからここに出るのよ、ここに出る。体力減るかもしれない、飛び降りたら。減った。でここに出てこっちにすぐ行ける。でもう駆け抜けよう、後ろは振り返らない。ここちょっとカクカクするんだけど、動きが重いのかな。でこの先に行く、多分ボスで、最初はちょっとボスの動きとかがよく分かんないから、っていうか敵がいっぱいいるな。ボスじゃないか。いやでここはね、なんかの動画で俺見ちゃったんだよあの木が動き出すの。あれどうだったっけ、なんかそこまでも詳しくは覚えてないんで、とりあえず排除していこう。あ、来た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 、呪いの体重で、どうすればいいんだろう。なんか狙ってたんだよな、卵みたいなやつを狙えばいいのか、中心の。ちょっと待って、どうだ、これ絶対あれだよな。ちょっと待って、赤目がいるじゃねえかよ、こいつは倒すと危険だ。いて、横の投げ払い、これは気をつけよう。レストビンプラス1になってくる。よし、いいね、回復量がだいぶ違う。あの腹の中心がいいかな。一定吹っ飛ばされたけど、まあ一応大丈夫。これもそうだね。でちょっとボス怖い、なんか後ろにも卵があるな。え、ちょっと待って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 、なんかうわ、なんだ、3を食らってんのか。これ両手持ちで届くかな、届かねえか。お前死んでろや赤目。卵があるところ、今の卵があるな。行って、なぎばれが厄介だな。ってかどんだけ敵いるの、すげえめんどくせえ。これはじゃあどうする、大丈夫、はいはい。ちょ、あれ、待って、わかんない。あ、よし、オッケー。でそうだね、最初様子見たら2回目は、おー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 、松屋に使おう。多分木だから松屋にに弱いっしょ。で両手持ちで1、2、3で、ちょっと怖いから逃げよう。でストロムで、ちょっとガン立て、てか弓でもよくないかな。どうなんだろう、例によって弓当たるかな。てい、当たらん。逆なのかこれ。ちょっとロック外そう、ちょっと怖えな。いや当たってないな、攻撃判定が分かんねえ。その3つ、あとあの多分正面の卵だけど、正面危険そうじゃねえか。待って、ちょ、怖い、ちょ、一回逃げよう、すげえ逃げよう、ガン逃げ。あ、これ攻撃チャンスかな。ちょっと待って、当たんね、多分あれ攻撃チャンスだけど、攻撃チャンスだけど、どうするよ。弓、あ、当たっちゃったよ。一
て、やべ、ちょっとやっぱ弓やめよう。一回逃げる、距離を取る。でこれエスト2つだな、近づけない。隙が分かんねえな。ほら、よし、あれ破壊しちゃったらさ、もう攻撃できる場所なくね。とかある、当たった、当たらんあと攻撃ポイントがどこだか分かんねえ。あとちょっとといえばちょっと、あそこにもあるな。いや、立ったあ、この時にどうすればいいの。あそこにもあるな。いや、弓ってあ、これ狙いそう。倒したなんかよくわかんないけど倒したっぽい。え、倒してない、あと一発、ちょっと待ってなんとかしたい、なんとか怖い、あそこあそこあそこ、弓でいく、これマジで。じゃあ弓で最後プチってどっかの卵を破壊する。ちょっと正面には立ちたくないんで、よし、ここだ、ここダメだ、ちょっと待って最後の人たちを、どう、全然ダメ、どこ狙えばいいんだ、ちょっと分かんねえ、あと一発が分かんねえ。どっか、隙のある、これ立った時の隙、これでどこだよ、私どこかないでしょ、僕もだってないでしょ、やっぱりあの卵を狙撃するしかない。51、ちょっと待ってダメージは取ったけど、どれだ、あれか、あれ、あ、倒した最後倒したか。レンセロ呪服の体重、おー、やった、残り火状態になった、ソウルもゲットした。でえ、あ、あそこに、あれ、ここってさ、なんかあそこで来たところじゃん、よくよく見れば。なんだよ、あのカゴの中に入ってさ連れてこられたとこ、え、一緒だよね、場所。発狂に注意しろ、こいつ死んでる、こいつあいつだよね、多分死んだふりとはな、あ、かわいそうやつ、死んだふりなの、いや死んでるっしょ多分。え、死んだのこいつ、まあいいや、興味ない、帰ろう。よし、ヒットポイントめっちゃ高くなってる。さて、転送亡者の穴蔵をクリアしたから、じゃあ次ここ行けってことか。いや、でもなんか一発で倒したな、最後の方かなりグッダグダだったけど、弓がなかったらどこやって倒してたらいいのか分かんねえ。最後の一撃をどこにやったらいいのかが分かんなかったかな。倒れ込んだ時に多分狙えるんだろうね。帰ってきましたよ、祭事場。でもまだ1万ソウルしかないから鍵は買えない。鍵欲しいよなあ。あいつ、あ、戻ってきてる。なんか新しいアイテム引っ提げて戻ってきたかな。いいとこに戻ったね。遅くなったが成果上々さ。おいいね。何がある、祝福が1個ある、8000円高い。修理、ここら辺か終わらず、ライツボ、なるほど。担当、どれが新しいやつだか分かんない。あ、ツバイが売ってる、ツバイ筋力19か。特大剣、結構お世話になった。鳳凰騎士の極剣、名前はかっこいい。履力10必要だし、補正はない。エストック、メイス、ウォーピック、スピア、グレイブ、かっこいいね。ショートボウ、ライクロ、セーリンカーで、バックラ、タゲシ、
ラウンドシールド、カイトシールド、これはあったっけ最初から。物理100、騎士の盾。騎士の盾の方が受け値がちょっと高いね。鳳凰騎士の盾 73%、 弱えんだけど。なんで、まあいいや。何かに強いっていうものがないな、思えない、強いとは思えない。アイアンヘルム、ハードレザーで騎士の装備ができて、四角の頭巾、あ、結構増えてると思うよ。大きな矢も売ってる。大きな矢50円か。まあ、普通の矢でも、まあ、十分っちゃ十分だからな、今のところは。なるほどね。指輪の方があんたは持っていてくれ。うん。OK。OK。で、アンドレイもちょっと上げらんないから、今のところは。じゃ、レベルアップに使いますかね。今度こそ2レベル上げたい。生命と、生命とこが時給に振ろう1。よし、OK。生命は一旦20になったら時給も20にして、少し筋力を上げ始めていくっていう方向にしますか。あれ、錬成炉ってなんだ。そういえば誰に渡すんだ、ばあちゃん。違う、ばあちゃんじゃない、ばあちゃんのわけねえよ。アンドレイかな、作ってくれ。ちげえし。え、お前なんか作ってくれよ。違うんか。錬成炉ってなんだ、そもそも。かけだ、大かけ、わからん。召喚器、錬成炉、ソウル錬成が可能となる。意味わからん。可能となるって、可能になってねえんだけど。どうせやいいんだ。わからん。まあ、ちょっと終わらせて調べようか、じゃあ。というところで、じゃ一応これで不死骸はクリアしたとみなしていいのかな。なので次はこの生贄の道の方を進んでいきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。